こんにちは、さくらです。今回は無課金勇者のためにどういう風にジェムを使っていくかっていうところを解説します。過去の動画なんですけど、キラーマシン2の攻略で無課金バフなしっていう動画を作ったんですが、結構この動画の評判が悪かったです。いつもは高評価率がほぼ 100% とか 98% とかっていうところをいただいてるんですけど、この動画だけ 50% から 60% のあたりを行ったり来たりしてます。理由は簡単で、無課金って言いながらウロボロスとグリフトの正常を使っているっていうところなんですよね。無課金じゃゲットできないよっていうところで、多分こういう評価なんだろうなって思うんですけど、まあただこういう武器をちゃんと拾っていくっていうところがポイントなんで、そこについて今回は解説していきたいと思います。なのでまず今回は1点目として、ガシャの天井と配布ジムについてお話しします。そして2点目として、年間で獲得できる武器の本数についてお話しします。で、3点目はガチャの優先度についてお話しします。最後に過去の武器で必須だったものを取り上げます。この必須だった武器が実際にゲットできるかっていうところを検証してみます。まず最初にガチャの天井と配布ジムについてお話しします。ご存知のようにガチャをジムで使って引く場合には天井があります。6番ジェム使うと最後にピックアップ武器がもらえます。無課金勇者の場合、この6番ジェムで絶対にゲットするっていうところがポイントです。持っているジェムをポンポン使うと絶対にうまくいかないので、溜め込むっていうところがポイントです。続いて年間でどれぐらいのジェムがもらえるかっていうところを見てみます。データはミンドロさんの情報ですが、2020年は12万2000以上、2021年は13万6000以上、2022年は12万5000以上のジェムをもらえてます。こうして見ると結構配布されてるっていうところに気づくんじゃないかなって思います。実際に6万ジェム以上貯めるっていうことも可能だっていうふうに思えると思います。次に年間でどれぐらい武器を獲得できるかです。まずここは期待値を見てみます。ジェムで100連する場合、ピックアップ武器をゲットできる確率は 0.81 です。つまり12万ジェムをそのまま全部使うと 3.24 になるので、狙った武器を年間で3本手に入れるっていうことができるはずです。次にマイレージの方も考えてみます。回復スポットとバトルと歩数で1週間に得られる合計は7600ポイントです。毎日マイレージを拾えるポイントが2箇所あるので、180ポイント ×2 で1週間やると2520ポイントになります。これ以外に広告を見たり、広告イベントみたいなものでゲットすることもできるので、1週間に1万ポイントは手に入るようになってます。つまり毎週10連引けるっていうことです。1年で52週間あるので、そうすると520連引けるっていうことになります。100連での期待値が 0.81 だったので、 5.2×0.81 で 4.1、つまりピックアップ武器は4個引ける計算ということになります。ここでまとめると、ジェムを使って狙った武器を引けるのが約3本。運よくマイレージで手に入ったピックアップ武器は4本。つまり年間7本の武器をゲットできる期待値があるっていうことになります。あと一つポイントなのは、毎回6番ジェムを使って天井まで引くっていうのはやめてください。武器が手に入ったらそこでやめるっていうことが重要です。100連回した時の期待値が 0.81 なので、かなり高い確率で100連でゲットできます。その時には3万ジェムだけを使って、残りの3万ジェムは温存という風にしてください。続いてガチャを引く優先度についてお話しします。まず目指しているプレイスタイルとしては、無課金で全コンテンツをクリアするっていうところです。高難度のクエストもクリアしていくっていうところを目標にしています。そう考えた時に引いていく優先度で最も高いのが回復武器です。続いて優先度が高いのが単体効果力の斬撃体技武器です。その次に入ってくるのがブレス武器です。で、最後に入るのが特殊な効果がある武器になります。一個一個見ていきます。まず回復武器の優位性についてお話します。ガチャで引けるピックアップ武器で属性武器は旬が過ぎるともう終了しちゃいます。例えばメタ金剣がすごく強かったですけど、デインとイオに耐性がある13章では役に立ちません。もちろんキングタイムはすごく使えるんですけど、ダメージを与える武器としては使えなくなっちゃいました。逆に言うと、このコンテンツをクリアしていくのに回復しないなんてことはないので、回復武器はずっと使えるっていうことになります。属性武器と比べると圧倒的にコスパがいいっていうことになります。
今使っている回復武器が使えなくなるっていうのは、その武器の上位互換が出た時だけです。例えば、1年目に出たドラゴンロッドはずっと使えましたが、それが使えなくなったのはダンシングロッドが出た時です。そういう感じで同じような武器の上位互換が出てくるまではずっと使えます。次に優先度が高いのが、単体効果力の反撃対義武器になります。一番の理由は、高難度を意識する場合、単体の効果力がないと苦しいからです。全体武器よりも単体効果力を必ずゲットする方がおすすめです。選び方としては、自分の持っていない属性の単体効果力武器を引いていくっていうところです。ちなみに単体効果力といっても魔法武器は引きません。どうしても魔法武器を装備するキャラクターは HP が低くなってしまうから、高難度武器ではないからです。次に優先される武器としてはブレス武器になります。プレイ時間の多くを占めているのがレベル上げになりますが、レベル上げにはこのブレス武器を使います。魔法と比べてブレス武器は器用さ依存です。器用さが高い心は素早さが高いので、レベル上げにはとっても向いてます。あと必中武器なので、ミスすることもないですし、レベル上げとはとても相性がいいです。ちなみにブレス武器は特級職だと忍者が適正になりますが、大神官でも使いやすいというところもポイントです。大神官のレベルを上げようとした時に、どうしても火力が弱くなってしまうと思うんですが、ブレス武器は結構大神官でも火力が出せます。なので結果的にこの武器を持っていることで、レベル上げがすごくしやすくなるっていうところがおすすめポイントです。最後に特殊効果がある武器になります。スタートして3年半経ちましたが、このカテゴリーに入るかなって思うのはメタ金券のみです。これはキングタイムが優秀すぎるから、そういう意味で必須というふうに思っています。他にもタンバリンとかも候補になるかなとも思いますが、タンバリンクラスであれば、ジェムがない時であればスルーしちゃっていいかなっていうふうに思います。さて最後にリリースされてからの全武器で必須だったものっていうものを主観的に選んでみました。多少賛否あるかなと思いますが、どれも納得の強さなんじゃないかなっていうふうに思います。一個一個見ていきますね。まず1個目はメタルキングの剣です。これはもうさっきからお話ししてますが、唯一無二の存在です。キングタイムの性能はもうずっと腐ることはないと思います。そういう意味で必須です。2本目は竜神王の剣です。これもいきなり守った手がすごい強いですし、威力も相当強かったので、長く使える武器だと思います。3本目は奇跡の剣です。これも破格の単体効果力だったですし、攻撃しながら回復できるっていうところも、かなりぶっ壊れ性能でした。また奇跡の剣のサブスキルのキャド攻撃もかなり強いです。全体回復できますし、レベル上げにも使えます。4本目はルビスの剣です。ルビスの剣はそれだけでも強かったんですが、防具もかなり優秀でした。会心率が上がるかなりいい防具でしたので、これもガチャを回す武器だったかなっていうふうに思います。片手剣は全部でこの4本になります。続いて杖です。杖の1本目はウロボロスの杖です。これは大人気なので語る必要もないかなって思いますし、強さを実感してる人も多いんじゃないかなと思います。ちなみにウロボロスの杖は単体効果力の魔法武器なんですが、これはさすがにちょっと例外っていう感じかなって思います。続いてクリフトの聖杖です。これは現在最強の回復武器になっています。出た時にはいろんな評価がありましたが、私は引かない手はないかなって思って、ここはジェムで取りに行きました。その次の杖はストロスの杖になります。これはスクルトがすごく優秀です。見送った人も多いかなって思うんですが、スクルトのようなタイプの効果は高難度では必須です。これがあることによってクリアできたっていうイベントもいくつもありました。その次の候補になってくるのが清風の杖です。もう一本は悟りの杖になります。もう今は片落ちになってしまいましたが、こういう正統派の回復武器は絶対に取った方がいいです。この3年半の中で正統派の回復武器は悟りの杖、清風の杖、クリプトの聖杖です。このタイプの武器が次に出た時には絶対にゲットしてください。杖は以上で5本になります。続いてコーンになります。コーンは3つだけで全部同じタイプのような武器になってます。まず1つが最新のプニプニ肉球ロッドです。これはもう説明する必要はないかもしれないですが、
いきなり守る手がかなり強力です。加えてバイティルトもあるので必須の武器だというふうに考えています。続いて過去の武器になりますが、ダンシングロッドです。これも使用用途は同じです。さらにその先代のドラゴンロッドも強力でした。このシリーズの回復武器は絶対に取った方がいいと思います。その他の武器としては今も人気の3つです。無心の冒険と百獣の暗黒弁と次元竜の統制になります。無心の冒険のような武器はかなり長く使えると思います。こういう武器を狙い撃ちして取っていくっていうところがポイントじゃないかなと思います。単体効果力の無属性なので特に高難度向きの武器なんじゃないかなって思います。百獣の暗黒弁と次元竜の統制は先ほど話したようにレベル上げには最適です。13章でここまで役に立つとは予想してませんでしたが、12章11章あたりでも相当役に立ちました。ちなみにここに挙げたのは全部で15本になります。最初に説明しましたが、年間3つの武器は狙い撃ちできます。マイレージで4本引けるっていう確率なので年間で7本手に入る計算です。そう考えるとこの15本の武器を全部ゲットするっていうのも現実的ですよね。もちろんジェムを我慢して貯めるっていうところが必要になってきますが、うまく貯めていくとこういうプレイができるっていうことになってきます。これだけ揃っていれば無課金でもかなりクリアできるようになってくるんじゃないかなって思います。今回はどうやってうまく立ち回っているかを解説してみました。実際に計算してみるとこういう結果になってくるので、ジェムを貯めるモチベーションになってもらえばっていうふうに思います。他にも無課金プレイするコツがいろいろあるので、そこについても今後解説していきます。参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。